皆さんこんばんは。4月12日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私ルシヨコスカ、コメンテーターはインヤンでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。音声やモーション操作可能な液晶テレビ LG スマート TV、 眠っている人の脳活動パターンから夢の内容を高い精度で、研究所、指で直感的な操作が可能な次世代ユーザーインターフェース、399ドルの格安 3D スキャナーが発売に、学生が作成したユニークなアイテムの動画、インタビュー動画ザ・ドラクスファイルズ。まず最初のニュースです。4月3日、 LG エレクトロニクスジャパンが液晶テレビ LG スマート TV の新機種7シリーズ17機種を発表しました。このシリーズの大きな特徴は、声で検索するボイスサーチや手をかざして操作するモーション機能などインターフェースの強化と操作性の向上です。いずれの機種にも通常のリモコンとか同社テレビの特徴でもあるリモコンの機能向上版が同梱されます。上位2機種に付属するプレミアムマジックリモコンは、持ちやすさの改善やボタンのレイアウト見直しを行ったほか、実写機能が進化し、画面に吸い付けばダイレクトにそのチャンネルに移動でき、CS、BS などの多くのチャンネルの中から素早く選曲できるようになっています。マジックリモコンにはマイクも内蔵されており、これを使って音声検索、ボイスサーチを行うことができます。音声検索では、ウェブサイトや YouTube から該当するページや動画を探して表示可能で、さらに USB、HDD に録画した番組から、電子番組表をもとに該当する番組を選ぶことができます。なお、ボイスサーチにはインターネット接続が必要となっています。上位機種、2機種には、スカイプ通話などに使えるカメラが本体上部に内蔵されており、これを利用して手を使ったアチュア操作にも対応しています。音量の増減やチャンネルのプラスマイナス、入力切り替え、電源オフなどの操作が行えるようになっています。具体的な操作方法としては、カメラに向かって顔と手のひらを見せる動作をすると、ジェスチャー動作のユーザーインターフェースが起動して、その場所から手を動かすとカーソルが移動し、手を握ると決定となる仕組みです。操作できる範囲は、テレビから 1.5 から5メートルの距離。一度に認識できるのは1人までですが、複数人で交代してジェスチャー操作することもできるということです。もちろん、意図しないタイミングで、ジェスチャー用 UI が起動しないようにあらかじめこの機能をオフにしておくことも可能です。これらの製品は4月下旬より順次発売され、価格はオープンプライスですが、7月に発売される最上位の 55LA9600 や60型の 10LA8600 は店頭予想価格が35万円前後になるのではと見られています。発表会では、同社テレビのキーコンセプトであるマジックリモコンによる直感的な操作などのリラックス、高画質映像などのメガコンテンツ、60型の投入などサイズアップの3つが改めて説明され、新モデルではこれらをさらに進化させたと語っています。今後も常にホームエンターテインメントの本質を追求し、最先端の技術による新しい体験や価値を提供していきたいと考えているとのことです。次のニュースです。アメリカ東部時間4月4日発行の科学誌サイエンスオンライン版で、 ATR 国際電気通信基礎技術研究所の研究グループが、眠っている人の脳活動パターンから夢の内容を高い精度で解読することに成功したと発表しました。研究では、
3人の被験者に脳波計を装着した状態で FMRI 機能的磁気共鳴画像装置内で眠らせて、夢と関連の強い脳波パターンが出た時点で被験者を起こし、見ていた夢の内容を聞き取る実験を実施。被験者1人につき同じ手続きを約200回行ったとのことです。次に夢報告の内容に含まれる本、車など約20個のカテゴリーに対応する画像を被験者に見せ、その時の脳活動パターンを記録しました。こうして各被験者のデータベースを作成して照合したところ、特定の物体が夢の中に登場したかどうかを高い精度、約 70% 以上で当てることができたそうです。一方、夢の中に現れる色や形などの解読には成功しておらず、引き続き研究を続けていくとしています。研究グループは、今回の手法は頭の中で考えただけでコンピューターを操作するブレインマシンインターフェースなど広い分野での応用が期待できるとしています。ミヤさん、このニュースいかがでしょう。はい、ですね、大変面白いニュースだと思います。特にね、夢っていうものは、見てる間に、まあ、自分でも忘れてしまうことが多いと思うんですけども、そういうものの中には結構ね、人々が、クリエイティビティの根源だったりとか、思いもよらない潜在意識の中のものが現れているするというふうに言われています。ですので、この夢の研究が進むということは、ひょっとするといろいろな治療とか、その人自身のですね、気づかないことの発見とかにもつながるかもしれません。ただですね、ちょっと冒頭にもありましたけども、精度は高いと言っても、そこそこっていうところもありますし、色とか形はわからないというところも含めて、なかなか人の頭の中は、こうだからこうっていうふうに決めつけることは難しいのと、かつやはり、その、個人差があるというところも多分大きいと思います。まあでも、いつしかですね、自分が夢に描いたものが、現実になったり、ひょっとしたら、こう、夢の中でもって見たものが、セカンドライフの中にポッと現れるとかっていうようなことが起きるかもしれないです。今後こういうような研究が楽しみですよね。はい、以上です。はい、ありがとうございました。次のニュースです。4月3日、富士通研究所が、指で直感的な操作が可能な次世代ユーザーインターフェースを開発したと発表しました。指の動きを高精度で捉えることで、テーブルに置いた書類を指でなぞり、画像データとして引き出したり、テーブルに投影された画像を指で移動させるなど、指で情報を操ることが可能です。テーブル上の指の動きを捉える汎用カメラと、映像を投影する汎用プロジェクターを組み合わせたもので、2014年度中の実用化を目指すようです。この技術では、テーブルの凹凸形状をカメラで自動計測し、カメラ座標系、プロジェクター座標系、実世界座標系を自動調整。指の動きや物へのタッチとプロジェクターの表示を正確に合わせています。手や指の色と輪郭の特徴を抽出し、形状を認識する技術が使われており、周囲の環境光に応じたカメラ画像の色や明るさを制御し、手や指の色の個人差を補正する技術により、環境や個人差の影響が少ない安定した手や指の抽出を実現しています。汎用のウェブカメラなどで得られる低解像度の画像でも、指先の画像を補完することで、タッチ検出に必要な精度を実現。毎秒 300mm の指先追跡が可能で、指の自然な動きに追従できるということです。テーブルの上の書類を指でなぞると、なぞった部分の画像だけを切り出して投影し、テーブル上で拡大、縮小したり、テーブルに貼り付けた手書きの付箋紙を画像データとして読み取った、電子付箋を指で移動させるといったことが可能だそうです。活用例の映像はウェブサイトで確認できます。ジェスチャーを使った従来のユーザーインターフェース技術は、高価な装置が必要だったり、タッチ操作などの手や指の細かい操作まで検出できないといった課題がありましたが、新技術は
実世界のものに対する手、指の位置やタッチなどの操作を汎用のカメラで高精度、高速に検出できるということです。次のニュースです。立体物をスキャンしてデータにする 3D スキャナーをカナダの企業マターフォームが399ドル程度で発売するとしています。通常 3D スキャナーは数十万円から数百万円と言われていますが、同社のフォトンは机の上に乗るくらいの小型サイズのスキャナーです。フィギュアなどを台に乗せ360度回転させながらレーザーを当ててスキャンを行います。スキャンデータをアニメや 3D デザインに使ったり、3D プリンターで出力して同じものを作ることが可能です。またフォームは、クラウドファンディングサイト、Indiegogo を募っており、すでに目標額の8万1000ドルを達成しています。399ドルでフォトンを1台入手できるオプションは売り切れていますが、449ドルのオプションはまだ注文を受けています。出荷は今年の夏から秋の予定です。次のニュースです。学生が作成したユニークなアイテムを紹介いたします。4月4日にニコニコ動画に投稿された動画、彼女が後ろから抱きついてくれる感覚を得られる画期的なデバイスは、筑波大学の学生が投稿したものです。このデバイスはリア充コートと紹介されており、ヘッドフォン、コート、そして抱きつかれた感覚を再現する締め付けユニットなどで構成されています。この3つの要素が、アルドゥイーノによる制御や USB 接続した PC でコードに連携することにより疑似体験を生んでいます。まず、ヘッドホンを通じて、遠くからかけてくるけなげな彼女の足音や、ごめんね、待った?後ろがガラ空きだぞ?誰だ?といった彼女の声が届きます。その後、タイミングを測り、コードに装着された締め付けユニットがぎゅっと締め付けるようになっています。ちなみに開発チームはニコニコ学会ベータに出展しようとしているようです。もう一つのアイテムは、このリア充コートに影響を受けて作られたというナデ充ヘッドホンです。ナデ充ヘッドホンは頭を撫でられているような感覚を再現するデバイスです。制作したのは舞鶴工業高等専門学校の三尾さんとガリッチさんで、材料はガムテープやヘッドホン、モーター、ヘアバンドで、制作時間は30分だそうです。動画では制作者のインタビューや、ナデ充ヘッドフォンが稼働する様子を見ることができます。ヘッドフォンを装着すると、地上で手のようなものがくるくると回転し、これが頭を撫でているような感覚を与えてくれるようです。ヘッドフォンを装着した人は、動画の中で、あ、なるほど、と笑顔を見せています。この2つの動画は、海外の製品プロモーション動画風に編集されており、一見ジョークのような構成になっていますが、このユニークさや柔軟な発想がさらに新しいものづくりを生むかもしれません。次のニュースです。セカンドライフブログで公開されているインタビュー動画、ザ・ドラッグス・ファイルズを紹介します。この動画シリーズは3月1日からセカンドライフブログで紹介されているものです。制作したのは、ドラッグスターのマシニマ映画監督、デプレイさんです。映像は、デプレイさんのアバターが、スカイプやテレビ電話風に、インタビューするアバターの中、つまり、リアルの人と通話を行い、その人のセカンドライフでの活動を紹介するというものです。導入からミクストリアリティを思わせるこのインタビュー動画、これまで3本が紹介されており、第1回目は、デザイナーのクリス・リーマンさん。2回目は1920年のパリンを再現するプロジェクトを手がけたヨー・ヤドリーさん。3回目は先週4月5日にファッションデザイナー絵師小田原さんの動画が公開されました。今後の更新も楽しみです。次は私、
武士のピックアップコーナーです。今日は内田支部にある遺跡発掘ストーリー型チュートリアルをご紹介します。先日3月20日に行われた 3D インターネットエデュケーションサミット2013がリアルの内田陽子さんで行われました。このパブリックビューがセカンドライフの中でできるということで、初めて内田支部群に行ってきたのですが、その時このチュートリアルを発見したのです。公式ビューは内容のチュートリアル、つまり少し前に作られたものなので、果たして動くのかというところも含めてちょっとドキドキできました。チュートリアルの入り口はテントとなっており、テント入り口の垂れ幕をクリックするとスタートです。いただけるヘルメットとライトを装着すると冒険気分も盛り上がります。博士のお願いを聞いて、遺跡の謎を解く探検を進めていく中で、歩く、走る、飛ぶ、着替える、触る、話す、ゲームを打つなどのセカンドライフで必要な基本的なことができるようになります。長くセカンドライフを使われている方にとっては、今更というチュートリアルかもしれませんが、施設がとても美しく作られているので、それを見るだけでも楽しめます。ラストまでクリアしていくと、やっぱり、ますよ。新しくセカンドライフを始めるお友達にも、セカンドライフってこういう素敵な場所がいっぱいあるんだ、ということを体験してもらいます。テントの入り口にはフリーの内田陽子オリジナル着物もこっと置かれているそうなので見つけてくださいね。このシムの上空1505メートル地点には、とある学校を再現した場所があります。リアルの同窓会で、簡単に見ていただいたそうですよ。こういうセカンドライフの方も面白いですね。たった一日セカンドライフのレクチャーを受けただけのスーパーサイエンスハイスクールの生徒が作った素晴らしいものがあったり、ひそかに見どころ満載の街だったんでした。以上、市のピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。